皆様こんばんは。6月の5日午後5時47分を回ったところでございます。ビットマーケビーのお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日水曜日でございますね、週中水曜日の配信をね行っていきたいと思います。皆様いかがお過ごしでございましょうか。ビットコインが小幅で高騰をしているような状況になっております。ものすごくね、重要なラインに今差し掛かっているところなのかなと、後でね、チャートを見ておきましょう。重要ニュースの方でも、おそらくまあ上昇要因なんじゃないかというものがね、出てきておりますから、ぜひともぜひともね、見てみてください。重要ニュースの方もねよろしくお願いいたします。はい、でさくりと行きましょう。まずは、ビットゲットさんの方からね、取引をして BGB を獲得というねキャンペーンが発表されております。テザー建てのノットコインかな、これを取引して BGB をね獲得してくださいよと。で、固定の賞金プールが20万 BGB、 追加賞金プールが、はい、現物取引手数料から発生ということで、キャンペーン期間、今キャンペーン期間中か、6月の13日、午後12時59分までということで、ノットコイン、まあ、ノットをね、注目している方というか、まあ、取引をする方は、ぜひともぜひともね、ここキャンペーンに重ね合わせて取引をするのがいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。これは参加登録というボタンは特にないのかな。あ、そうです。参加者はキャンペーンページの今すぐ参加ボタンをクリックして、本人確認を完了した、してくださいとしている方が、まあ、対象ですと。で、このね、KYC、本人確認に関しては、それこそ今日のね、ニュースでも取り上げますけれども、ビットゲットさんの方でね、もうちょっとこう、必須になっているような状況らしいでございます。期間があるのかな？一応、ビットマン TV もね、X の方でポストをしたわけでございます。ちょっと上から下に流し込んでいきますよ。はい、こちらでございますね。レベル1の KYC をね完了していない方は、出勤ができなくなりますということで、一応ここにね7月20日より始まりますよと、後でニュースでもね取り上げますけれども、そちらの方もね、しっかりとご確認のほどよろしくお願いいたします。はい、で、一応ね、ごめんなさい、僕話戻りますけれども、ノットを取引して、BGB を獲得しようというキャンペーンが今開催中でございますからね、ぜひともぜひともご活用なさってみてください。で、ビットゲットさんのねアカウント解説に関しては、この動画の説明欄の方にもね、ビットマン TV 専用のリンク、先物手数料が永久 30% 割引になる、リンクをねご用意しておりますから、ぜひともねご活用いただきたいなというふうに思います。先物手数料がね、30% 割引になるんですけれども、まあ一番のメリットはね、まあ皆さんがビットゲットさんを使う上において、もし何か困ったりしたことがあれば、私の方にね、ご一報いただけたら、迅速にね、解決ができるんじゃないかというところで、ぜひともぜひともね、そういったところが一番の、まあ、メリットかなというふうに思います。うん。普通に運営さんの方で作るとね、もし何かしらの問題があった時に、カスタマーセンターの方にね、まあ、連絡を多分入れると思うんですけれども、ビットマン TV のリンクをご活用いただいた方はね、私ほら、マネージャーさんとつながりがありますから、その方に直接ね、連絡をして、ある程度早く、そしてまあ私もね、一緒についているので、ある程度安心して、問題解決に向かっていけるんじゃないかなというふうに思いますので、そこがまあ一番のメリットという形で捉えておいてほしいなというところ、よろしくお願いいたします。はい、それぐらいにしておきましょうかね。重要ニュース行きましょう。ご案内環境は以上となります。で、あ、ごめんなさい、あと一つ。ビットゲットさんの方で、KCGI、世界のね、取引大会、トレーダーの方々が集まる取引大会で、ビットマン TV がね、チームを作っております。チームビットマン TV というものを作っているんですけれども、もしよろしければね、こちら、まだまだご参加募集しておりますので、もし、トレードね、してもいいよという方がいるんであれば、我がビットマン TV のチームの方にね、参加をしていただきたいなというふうに思う限りでございます。みんなでね、こう、夏前の、一つの、まあ、こう、大人の祭り的な感じでね、楽しんでいけたらいいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、そのチーム参加のリンクに関しても、この動画のね、説明欄の方に、ご用意しておりますので、まあ、とにもかくにもね、ビットマン TV の、動画の説明欄の方には、一応今ね、皆様にいろいろお伝えしたいところであるとか、まあ、ご紹介関係のリンクであるとか、ああいったものをね、ご用意しております。そちらを見ていただいたら、ビットマン TV 何を案内しているんだっていうのがある程度わかるかなというふうに思いますので、そこもね、よろしくお願いいたします。はい、で、行きましょう、行きましょう。ちょっとニュースがね、今日3つで多いので、ボリューミーなので、サクリと行きましょう。まずはお一つ目、こちら。ビットコインがね、
格上昇をしている、まあ、一つの要因でございましょう。こちらね、大きいね。タイの証券取引委員会、はい、タイの、まあ、SEC が、初のビットコインの現物 ETF を承認したということで、もう世界的にね、ビットコインの現物 ETF 承認の流れがもうめちゃめちゃ出てきております。もうアメリカを皮切りにね、ガンガン世界の、まあ、言ってしまうとね、SEC が、現物 ETF を承認するという流れに入っておりますから、まあ、これはね、まだまだビッグウェーブがね、今年来年と続いていくんじゃないかなというふうに思うところ、まあ、本当にね、仮想通貨業界にいて、粘り腰で、とにもかくにも石にかじりつくレベルでね、粘っていた方々、おめでとうございますという形でね、お伝えさせてください。行きましょう。はい。タイの SEC が、タイ初のね、ビットコイン現物 ETF を承認したと。で、今回承認されたのは資産運用会社、ワンアセットマネジメントが提供をする、ワンビットコイン ETF OFUI というね、ビットコイン現物 ETF で、6月6日までに提供開始をされる予定だと。で、ただし、このビットコインの現物 ETF は、富裕層、機関投資家向けに限定をして提供されるとのこと。現在、承認待ちの状態となっている MFC アセットマネジメントのビットコイン ETF も、適格投資家のみを対象にしたものになると伝えられていますと。まあ、言ってしまうと、まあ、お金を持っている方々限定のというところ。ただまあ、ビットコインのね、現物 ETF が承認されるという流れ。まずは、そういった適格投資家の方々のみでございましょうけれども、これがね、一般の投資家の方々に広がっていく、まあ、可能性もあるかなというふうに思いますからね。まあ、続き読んでおきましょう。はい。ワンアセットマネジメントのビットコインの現物 ETF がローンチされることによって、適格投資家は、ビットコインを直接購入、保有することなく、ビットコインの価格変動で利益を狙うことが可能にと。で、今年1月にはアメリカでビットコイン現物 ETF の取引が開始をされましたが、その後は他の国でもね、ビットコインの現物 ETF の取引が開始をされていて、先日はオーストラリアでも初のビットコイン現物 ETF がローンチされているため、今後はこのような動きがね、さらに拡大していく可能性があると、まあ、期待をされていますよということで、まあ、アメリカの方から始まって、香港、あとはオーストラリア、そしてタイというところでね、今世界的に現物 ETF の、まあ、大きな流れがね、見ていけておりますので、これがねいい状況でまだまだ続いていってほしいなというところ。まあまず一つ目のね、ビットコインの上昇要因がこれでしょう。で、二つ目がおそらくこちらもかな。いきまーす。ビットコインの ETF、うん、8億8700万ドルの資金流入を見せて、過去2番目の規模のね、流入になっていると。これは大きいですね、またまたね。で、行きましょう。アメリカの現物型ビットコイン ETF は、8億8700万ドルの純流入で、過去2番目の記録をね、達成しましたと。で、ファーサイドインベスターズと、ホードル15キャピタルのデータによると、フィデリティワイズオリジンビットコインファンドが、8億7870万ドルで、最大の流入を記録したと。で、ブラックロックのアイシェアーズビットコイントラストが、2億7500万ドルで続き、アーク21シェアーズ、ビットコイン ETF は、1億3800万ドルを超える純流入で3位となりましたと。で、これは過去最高の10億4000万ドルの流入があった。3月12日以来の純流入となりますということですね。で、ビットコインは翌日の3月13日に7万と3679ドルの、市場最高値をね、到達しましたと。で、ファーサイドのデータによると、グレースケールビットコイントラストは2820万ドルという資金流入となっている。うん。GBTC への資金流入は稀であり、1月に現物型 ETF に転換して以来、7度目の資金流入となったと。で、GBTC は178億ドル以上の資金流出を記録していて、その原因は 1.5% というね、管理手数料と割引幅の縮小にありますと。で、アポロビットコイントラッカーによると、グレースケールの GBTC は、うん、現物型ビットコイン ETF が開始された当初、62万ビットコインを保有していましたが、現在はね、まあ、かなり減少している。半分以下になっているのか。28万と5481ビットコインまで減少していますと。で、インベスコギャラクシー、フランクリンテンプルトン、ウィズダムトリー、そしてハッシュデックスのビットコイン ETF は、うん、6月4日に流入がありませんでしたと。で、ビットコインが過去24時間で 2.9% 上昇して、一時7万1000ドルに到達をしておりますよということで、まあ現物 ETF の方にね、資金流入、今までの過去2番目に大きい資金流入があったよということなので、まあ間違いなくこれもね、プラスの要因として、うん、今回のね、価格上昇に大きく手助けをしているところなのかなというふうに思いますので、まあ良かった良かったというところでございましょう。だからまだまだね、初動ですよ。わかりますよね。だって、現物 ETF が承認されたのが今年ですからね、今年に入って、まだ、ばっかりですからね、ETF 承認されたのが。で、それこそ商品が発売されて、
3ヶ月4ヶ月ぐらいしか経っていないので、まあ、まだまだね様子見の機関投資家もいるのかなっていう感じで、あとは年金基金ね、アメリカの方でね、どこだったかな、ごめんなさい、州がちょっと忘れちゃったんですけど、どっかの州の年金基金が現物 ETF にお金をねパリッとぶっ込んでいるみたいなニュースも流れておりましたから、だからそういったところもね相重ねていくと、まだまだ機関投資家であるとかね、個人投資家の方々の資金流入っていうのはまあ間違いなく期待が持てるんじゃないかなというところで、そういった意味でも、アメリカの方では資金流入がまだまだ期待が持てる。そして世界的にね、現物 ETF の承認っていうものが大きなこうねビッグウェーブとして訪れようとしているので、まあそういったところを考えていくならばね、まだまだ資金が入ってくる可能性がありますよねっていうところをお伝えさせてください。はい、で次行きましょう。今日の最後こちら。さっきもね、お伝え、したんでございます。ご案内のところでね、ビットゲットさんの方が KYC 認証未完了のユーザーに出金制限を実施しますよというところで6月4日にね発表されました。で、今回の措置は国際的な仮想通貨規制要件を遵守するためのものであるとのこと。ユーザーにはできるだけ早くね KYC 認証を行うようにと推奨していますと。で、7月20日以降もレベル1の本人確認を完了していない場合はビットゲットからの出金ができなくなる予定。だから7月20日がデッドラインですね。7月20日で、オンチェーン出金と内部送金の両方がもう利用できなくなると。だから出金ができないってことはもうね使う意味がないかなと思いますので、これはもう本当に早めにねやっておくべきかなというふうに思います。で、次行きましょう。ビットゲットが去年の8月にね本人確認手続きを必須化した際には、レベル1の本人確認が完了していない場合でも出金注文の取り消し、申し込み商品の召喚、ポジションの決済などが可能 でありましたが、今後はもう仮想通貨の出金ももうできなくなりますと。で、出金制限が開始されるギリギリのタイミングでね KYC を行った場合にはそうですよね、混雑する可能性がありますから、KYC 認証が、ね、遅れる可能性がありますので、もうこういったニュースが出てきた時にねやっていない方も早めにやっておくべきかなと。ぶっちゃけね時間全然かかりませんからね本当に、免許証とかああいったものの、スクショは取らないといけないんですけど、ぶっちゃけそれぐらいですから、もうねめんどくさいめんどくさいってほたっているほどねより一層多分めんどくさくなると思いますので、お使いの方でまだやっていない方はもう絶対やっておいた方がいいと思います。ビットマン TV は今使っている取引所すべてレベル2ぐらいまでの KYC はもう全部終わらしてるんですよ。もう作った時にやっている、もう作ってからすぐやるっていうのがね、まあビットマン TV のまあモットーですから、じゃないと結局ほらまたこういったニュースが出てきて後々めんどくさいでしょ、ぶっちゃけた話。だからそういった意味も含めてね、もし今後まあ、使われる作られる方に関してはね、そういったところ注意しておいてください。で、ビットゲットでレベル1認証を完了したい場合は個人プロフィール画面から本人確認のボタンを選択することによって、手続きを行うことができると。で、レベル1の認証では政府発行の書類と顔認証が必要です。だから免許証かパスポート、あとは顔をね認証するだけで OK ですよと。で、時間はどれぐらいかな、全然時間かかりませんけどね、本当に何十分かぐらいで終わりますからね、提出した後に承認されましたよという通知が来るのが。だからものすごく早いですよ。で、行きましょう、続き。はい、本人確認手続きは海外拠点の仮想通貨取引所でも必須化されてきていて、代表的な取引所の一つバイビットでも2023年5月にねレベル1以上の本人確認が義務化されていますよということで、まあ、とにもかくにも今回はビットゲットがねものすごくちょっと厳しめの措置をね講じておりますから、7月20日以降にもうほぼほぼまあ、使えなくなるというか出金ができないとね使う意味もないかなというふうに思いますので、ちょっとかなり厳しめの措置がね取られているというところ、ここは認識をねしておいてください。よろしくお願いいたします。はい、それではね本日のご案内そして重要ニュースは以上となります。で、行きましょう行きましょう。この流れの中でビットコイン、イーサリアムとあとはアルトコイン関係をねサクサク見ていきますよ。行きます。まずはビットコインですね、行きましょう。ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が7万と900ドル付近をね推移しているような状況でございます。で、ものすごく今ね重要なラインに差し掛かっているところ、ちょっと上値を重くしているのかなと、それこそ7万1000ドル付近で、そうですね、押されているような状況。これをね、日足実体で、抜けていくようなことがあれば、まだまだ続伸の目が続伸の目が、残っているというか見ていけるんじゃないかなというふうには思うところで、一応ね、巷ではというかニュース今日取り上げませんでしたけれども、来週ね、来週の10日前後あたりに FOMC がね、あります、おそらく。で、その時が結構重要な日付になるんじゃないかっていうふうに言われてますから、ちょっと
とこうね、来週の中頃あたり、ボラティリティが激しくなる可能性がありますので、そこはね、注意しておきましょう。で、今いる値位置っていうのがものすごく重要な値位置で、いいですか？ちょっとこれ消しておきましょうか。長い時間軸で言うならば、ブルフラッグが作成をされていて、そのフラッグ部分のね、言ってしまうとレジスタンスラインのアタックにちょうど今入っていると。だから、7万1000ドルを超えていければ、ブルフラッグ成立という形になって、これは上の展開っていうのがね、当然まだまだ期待が持てるところ。そして、このね、フラッグを作成している中で、逆三尊がね、いわゆる作成されているんですよ。ですから、長期的にはブルフラッグ、中期的には逆三尊が作成されていて、逆三尊のネックラインも同じく、7万1000ドル付近ですね。だから、7万1000ドルを超えていけば、中期的に、チャート形成をしている逆三尊も成立します。で、そして最後ね、短期的な目線で行くならば、下落からの反発、そして操作ボトムを作ってますから、いわゆるアダム&イブ形成に入っている。で、アダム&イブのネックラインがちょうど、ここね、ここね、はい。5月27日の上のヒゲ部分でしょうから、それこそそれも7万1000ドル付近っていうのがね、一つ重要なネックになっている。つまり、7万1000ドル。だから今の段階で押されているのは、それがだから要因かな。7万1000ドルっていうところが、3つの重要チャートのレジスタンスが被っているところなんですよ。だから、そういった意味も含めると、7万1000ドルを力強く抜けていけば、はい。これはね、ショートスクイーズが起こって、上一気に走っていく可能性がありますね。ただ、まあ、史上最高値の7万3600ドルあたり、7万3600から7万3700ドルあたりっていうのはやっぱりね、強く抵抗として、またこれ第2段階で効いてくると思いますから、まあ、7万1000ドルを明確に抜けていって、日足、並びに短期足ね、4時間、1時間あたりを固めてくれるんであれば、それこそそこから3000ドル幅ぐらいのね、上昇をまずは見せてくる可能性が高いですよと。で、7万3700ドルあたり、いわゆる史上最高値あたりで、ちょっと、まあ、ちょっとというかだいぶ売り圧かかると思うんですけど、そこから落ちてきてね、もう一度7万1000ドルあたりをサポート転換させるような強い動きが出てくるんであれば、これはね、7万3600から700ドルを何回か続いて、いよいよね、上への押し上げっていうのがね、やっぱりこう想定ができるんじゃないかなというところがありますので、だから一発抜きはないと思いますけれども、小幅で取っていくんであれば、7万1000ドル明確超えからのロングイン、7万3700ドルあたりでの手締まい、逆に、土点でショートインをして、ちょっと小幅で取っていく、2000ドル、3000ドルぐらいの小幅で取っていって、また利益確定ですね。で、そこからどうなるかわかりませんので、ちょっと様子見ですね。だから、7万3700から、700ドルあたりでショートインをして下落してくると思います。そこから、まあ、利益をしっかり取っていって、ちょっとこう、様子見をしておいた方がいいかも。うん。言ってしまうと、チャートね、いわゆるトレンドが、大きく変わる可能性がありますから、史上最高値のアタックを機にね、変わる可能性があるから様子見をしていて、逆に7万1000ドルをサポートにちゃんとしてるようであれば、もう一回ね、ロングインをして、上への上昇を狙っていく。で、7万3700ドルを抜けていけば、いよいよ8万ドルであるとか、長期のブルフラッグをブレイクしたというところの認識がね、多い方がいるんであれば、それこそ10万ドルへの扉っていうのがまあ開かれていくんじゃないかなというふうに思いますので、そういったね、トレード、ちょっと細かくはなりますけれども、注意したトレードでね、話を進めていきましょうということはよろしくお願いいたします。まあ、とにもかくにも強いですね。うん。力強さはありますよ。やっぱり下落の平行チャンネル内にいるけれども、まあそこは言ってましたよね。結構レジスタンスラインで張り付いている推移していますから、短期的というか、まあ力強いね、動きは間違いないでしょうというふうに言っておりましたから、それが今ね、見事にはまっている状況でございますから、まだまだ今からのね、続伸には期待したいところで行きまーす。次はこちら、イーサリアム。ただいまの価格3800ドル付近をね、推移しているような状況。で、この通貨に関してはもう重要ラインも4100ドル。はい。もうここで認識しておいていいかなと。で、今、ちょっとね、広い時間軸で逆三尊形成にも入っているので、そういった意味も含めると4100ドルっていうのは、直近高値ね、直近高値と逆三尊のネックライン、これ右上がり逆三尊ですから、4100ドル抜けていけば、これかなり強いね、上昇が見ていける可能性がある。だから、まあ、もしね、イーサリアムでポジション取りたいなって思う方は、4100ドルを超えてからのロングインっていうのがね、今の段階ではいいかなと。で、あと一つのロングイン場所の候補としたら、ここね、3650ドル。ここは、もう短期的にも直近でもね、レジサポ転換線にはなってますし、だからサポートラインとしてかなり機能している。そして、日足短期の移動平均線が、今追いついてきていますから、もし落ちてきたとしても、おそらくサポートとしては機能してくるんじゃないかなというふうに思います。で、ビットコインのね、勢いが強いので、そういったところも相重ねてね、もし落ちてくるんだったら、これは3650ドルは、ロングインのチャンスネイチとしてね、間違いなく押さえておいてもいいんじゃないかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、3650ドルから、ここね、4100ドルという、ネイチを、
目指して上がってくるでしょう。おそらくサポート機能ちゃんとさせればね。そしたら4100ドルで手仕舞いをして、実態で明確に抜けていったらもう一回ロングインをして、特に先物関係の方はね、4100ドル抜けていけばもう一度ロングインをして、どこを次は狙っていくのか、いよいよ来ますよ、史上最高値の、5000ドル付近までを狙っていくね、トレードしていくのがいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、で次行きましょう、次行きましょう。次はリップル見ておきましょうかね。連日見ておりますけど、リップル行きます。はい、リップルなんですけれども、ただいまの価格が 0.53 ドル付近をね推移しているようなところで、ビットコインのね様相がちょっと回復をしてきているので、リップルもつられてまあ上がってきているのかなと。で、一旦はね、あのフェーズ的にちょっと変わりましたよね。レンジ相場をちょっとこう作っているような状況だったんですけれども、途中からね安値を切り上げているような状況を、そして高値はまあある程度一定値、この辺りかな、まだこの辺りとして認識してもいいかなというふうに思いますよ。 0.57 ドルでの、高値は一定値ということで、まあ、安値切り上げ高値一定値のアセンディングトライアングルをね今作成しているような状況を、でちょうどこのアセンディングトライアングルの、レジスタンス付近と右下がりのね黒いラインあるでしょ、この黒いラインあると思いますけど、これは史上最高値から引っ張ったレジスタンスラインなんですよ。もうめちゃめちゃ長い時間機能しているレジスタンスラインだから、それがねある程度重なって、いるような状況になってますから、もうリップルに関して先物関係ね、ロングチャンスはここでしょう、間違いなく。 0.57 から 0.58 ドルあたりを抜けていけば、これは、力強い上昇がね待っている可能性がありますよっていうのはね押さえておいてください。まあ、ちょっとチャートの様子もねある程度いい方向に今流れているので、もしかしたらビットコインがね、あの史上最高値を抜けていった後にアルトコインの方に資金が流れてくるんであれば、これワンチャンリップルもこの長いトレンドをね上にブレイクしていく可能性があります。そこはちょっと楽しみなところですよね。で 0.57 を抜けていけば 0.7 ドルという重要な水平ラインにね、をめがけてまあ上がってくるかなと思いますので、まあ先物関係ちょっと短期的な現物トレードもしてみたいなって思う方は 0.57 から 0.58 ドルあたりをつけていってからロングインをしていくっていうのがね一ついいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、まだアセンディングトライアングル作成途中ですから、短期レベルでね言ってしまうと反発ちょっと取っていきたいなっていう方は、まあ、このサポート付近でしょう。はい、 0.51 ドルあたりが短期的なサポートとしては今機能してますから、もし落ちてきて押し目でちょっと買いたいなって思う方は 0.51 ドルあたりでのね、先物ロングインもしくは現物購入というのがありかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、で次行きましょう、次行きましょう。次は来ましたね、 BNB。 はい、来ました来ました。アーデン波をね、今つけているような状況かなというふうには思います。あー来ました来ました、 BNB アーデン波おめでとうございます。で一応これ言ってましたね、前のBNB のチャートの、話と同じになりますけれども、もしねこれね三角持ち合い、三角持ち合いをねしっかりと上にブレイクしてましたから、ロングチャンスですよというふうにねおそらく言っていたと思います。この600ドルあたりかな、600ドル610ドルあたりで、BNB ねロングチャンスですよというふうに言っておりましたから、もしね短期で今入っている方、ロングインで入っている方はこれはね1枚あたりどれぐらい80ドルぐらいの利益が取れているような状況でしょうから、これは本当にね良かったと、タイミングマン TV だったかなというふうに思いますよ。で、この通貨 BNB に関しては三角持ち合いをね上にブレイクしていますから、一応その三角持ち合いの上ブレイクの目標価格としたら750ドルあたりっていうのがね一つ指標のターゲット価格になりますから、もしね、ビットマン TV が案内した後、600ドル前半あたりで握った方は、750ドルあたりっていうのをねターゲット価格にしていくのはありかなというふうに思いますので、ここは意識をねしておいてください、よろしくお願いいたします。はい、で次行きましょう、次行きましょう、ずん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 行きますよということで、もうねアルトコインも頑張ってほしいというところでございますよ。はい、フロキがね、ちょっとこう本日、勢いよく上がってきている。でこれは、なんだったかな、DWN ラボ、ごめんなさい、ちょっと間違えたらごめんなさい、どっかの、投資会社、投資会社というか、どっかのね、会社が、フロキに対して、なんかこう、出資を行ったと。で、それがね、おそらく、今回の、フロキの上昇にね、やっぱりこう、繋がっているんじゃないかなというところで、ごめんなさいね、見ておきましょう。ただいまの価格が、0.00032 ドル付近をね、推移しているような状況でございます。で、これもね、実態としたら、史上最高値をね、つけております、フロキつけております。今、まあ、ミーム系通貨ではないかな、もうフロキに関してもね、ワンチャン系通貨の中ではかなり力強い上昇を見せている。で、チャート的に言うとね月足レベルでカップウィズハンドル形成しましたね。カップが作られて、押されて、はい、月足レベルですけれども陰線をつけて、いわゆるカップ
カップのね、いわゆる取っ手部分が作成されて、勢いよく反発上昇。そこから、カップウィズハンドルのネックライン 0.00025 ドルを実体として明確に抜けていって、今上への爆上げを行っていると。で、カップウィズハンドル成立というところを見ていくんであれば、これね、爆上げする可能性ありますよね、まだまだね。うん。0.00007 ドルから、ここ。はい、このあたり、縁までですから、だから、ものすごく、だから、距離感的に行くと、だから、どうなのかな、ちょっと、価格がものすごく爆上げしてるので、0.0005 ドルとか、このあたりぐらいまでバリーと鼻上げをね、行ってくる可能性がありますよね、これね。まだまだ上昇していく可能性があると。で、直近の流れで見ていくならば、さらにいいんですよね。直近も、いいですか、上昇の流れから下落の平行チャンネル、いわゆるブルーフラッグを作っていて、ブルーフラッグ成立いたしました。で、その成立した途中段階で、さらにこれ、アセンディングトライアングルを作成していて、上にブレイクして、はい、アセトラのネックラインね、ネックライン、もともとレジスタンスラインとして機能していたところが、反転、上にブレイクして、サポート転換して、そこから上にググッと上がってきている。そして、あとは、この流れでね、いわゆるアセンディングトライアングルを成立していって、さらに、ここ、上昇の平行チャンネルっていうのも意識してる方もいるんじゃないかなというふうに思うんですけど、こういった形でね。上昇平行チャンネルを意識している方がいるんであれば、それも実態としては今抜けているような状況を、ここで見ているというよりも、ここで見ている方の方が多いんじゃないかなというふうに思うんですけどね。上昇平行チャンネルも上にブレイクしているっていうところを加味していくならば、これはまだまだね、続伸の可能性がありますよっていうのはね、押さえておいてください。よろしくお願いいたします。ちょっと楽しみなね、ところが来ていますよと。さっき見たカップウィズハンドル、うん、カップウィズハンドル成立においての、まあ、0.00001 ドル、ゼロが、4つっていうところを考えていくならば、うん、ゼロが4つっていうところを考えていくならば、やばいでしょ。0.00024 ドルぐらいの上昇 ?0.00024 ドルの上昇。あ、そうですね。だから、0.0005 ドル。このあたりっていうのが、もし月足レベルでのカップウィズハンドル成立を意識している方が多いんだったら、0.0005 ドル付近がね、ターゲット価格になっている可能性がありますよっていうのは、一つ押さえておきましょう。よろしくお願いいたします。で、短期的にもね、力強い上昇を見せておりますから、これまだまだね、続伸する可能性があるよっていうのはね、押さえておくべきところかなというところ。で、次行きましょう。次は、今見たね、フロキに関係しているんですけれども、トークンファイね、トークンファイ。トークンファイも、かなり金額をね、伸ばしているところかなというところ。どこにいるかなというところなんですけれども、はい、来ました。トークンファイも重要ラインは今実態として抜けています。はい。戻り高値の 0.163 ドルあたりを、これ戻り高値ですね。はい、が、まあ、いわゆる橙色で設定されてるんですけれども、直近でもレジスタンスラインとしてかなり機能していた。だから、今の状況で冷やし確定してくれる。で、もしちょっと短期的な調整が入ったとしても、0.163 ドルをサポート転換するんであれば、これは、トークンファイに関して言うと、ロングチャンスとしてね、押さえておいてもいいかなと。だから、まあ、短期的な、先物関係入っていくんだったら、今ちょっと様子見をしていて、うん、冷やし確定した。で、調整で落ちてきた 0.163 ドルをサポート転換しているなと思ったら、ロングインをして、さらに上昇をね、上昇反発上昇を狙っていくという流れ。で、一応ターゲット価格は直近高値の 0.24 ドル。0.24 ドルっていうのが、まあ、直近最高値かな、ヒゲまで入れるとね。そうですね、史上最高値ラインですから、そこを一応ね、ターゲット価格としていくのがいいかなというふうに思いますので、ここはね、意識しておいてください。よろしくお願いいたします。で、あと一つ。はい、ジャスミン、これ連日見てますけど、もうね、今ものすごく力が強いと。で、一応ジャスミンの上昇要因が、なんかこう、アップルとね、関係が出てくるんじゃないかみたいなことを、なんか、コミュニティ内ではちらほら言われてたりする。だから、そういったのが今上昇要因にはなってるのかなと。で、重要な 0.035 ドルを実態として今もう明確に抜けてますから、今ターゲット価格は 0.045 ドルあたりです。0.045 ドルあたりっていうのが、今のターゲット価格としてはね、押さえておいてもいいかなと。ただ、ちょっと短期的に調整が入るっていうところを考えていくならば、まあ一応ね、下髭ポーンポーンってつけているところを取っていくとですよ。まあちょっとこの急になるんですけど、まあこのトレンドかな?このトレンド。ちょっと急なね、トレンドにはなりますけれども、まあこのトレンドをね、はい、割れ込んでしまうと、ここね、はい、ぐっと大きく上昇してきた、下髭をつけてるここを結んでいくと、うん、そうね。このトレンド、だからドルベースでいくと、それこそ 0.0378、まあでも 0.0、ここ、うん、0.035 を下回ってしまうと、ちょっと短期的調整下落、冷やしレベルの短期の移動平均、ちょうどね、もともとレンジ相場を組んでたんですけど、このね、レンジ相場の上端付近まで、0.027 ドル付近まで落ちてくる可能性がありますから、そこは注意しておきましょう。だから、短期的な話で言うならば、0.035 ドルまで落ちてきて、しっかりとそこをサポート転換できるかどうか、水平の重要ラインとして。それが達成されるんだったら、まだね、反発で
上への跳ね上げっていうのが期待持てますから、もしこれね、ジャスミン欲しかったなっていう方、下に落ちてきて調整待ちしておこうと思う方は 0.035 ドルっていうのが一つ重要ラインになりますからね、ここは押さえておいてください。よろしくお願いいたします。はい、あとは何を見ておこうかなというところなんですけれども、あと一つだけ、はい、CAW がめちゃめちゃ重要なラインをね抜けていきましたよ、抜けていってますよ今。はい、ただいまの価格が下6桁、124,800 をねつけているようなところで、右下がりのトレンドラインを今、実態としてね、明確に今抜けているような状況を、ヒゲまで加味せずに実態で言うならば、これね、史上最高値をつけているような状況ですから、もしこれね、今の段階、今の値をキープしてくれるんであればね、さらなる上昇というのが、もしかしたら期待が持てるかもしれませんので、ここはね、意識しておいてください。CAW に関しては抜け5なので、これ先物関係やるんであれば、ちょっとね、ロングインのチャンス通貨としては捉えておいてもいいかも。今の段階で冷やしを確定してくれるんであれば、まだまだ続伸をねしていく可能性がある。まあ上に上がってきてちょっと騙し上げみたいな形で押し戻されてますから、まあ、直近の高値ね135,000とか、この辺りを明確に抜けていくと、おそらくバリーとしたね、まあ、いわゆるムーン的なものがね起こる可能性がありますので、そこもね期待をしていきたいところでございます。まあ、とにもかくにも抜けるべきラインっていうのは一つ今抜けてますからね、チャンス通貨として押さえておいてもいいでしょう。はい、それではね、本日の配信は以上となります。で、明日なんでございますけれども、明日ね、私ビットマン TV ねちょっと仕事が忙しくて、配信がねおそらくできないような状況になります。ここはねご了承いただけたらなと、もしできたらね普通に通常通りやってきますので、よろしくお願いいたします。はい、それではね本日の配信以上となります。またまた皆様次の配信でお会いしましょう。じゃバイチャ。